はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。パワプロサクセススペシャル、今回はこちらのサナちゃんデビューガチャの方を引いていきたいと思います。で、ピックアップキャラとしては、まずデビューのサナちゃんに加えて復刻キャラとして、ノゴロウくんと神高と、三田村くんとルナちゃんといったような形になってます。かなり優秀どころが揃っている気がしますね。で、俺にとってはね、ルナちゃんが復刻してくれてるのがかなり嬉しいですね。自分はルナちゃんガチャの時にルナちゃん引けなかったんで、できればここでサナちゃんかルナちゃんのどっちかは欲しいですね。一応40連目になるとバナーキャラから SR 以上、1枚引けるとのことなので、今回は40連目まで引いていこうと思います。で、サナちゃんの、特徴をざっと見てみると、選手兼彼女キャラですね。で、投手になります。で、得意練習ですね、メンタルといったところになってて、もうこれは全然予想してなかったですね。一応サナちゃんそれなりに変化球は投げられるキャラなんで、変化球はでもルナちゃんとね被るかな、どうかなって思ってたんですけれども、まさかのメンタルといったところですね。コントロールかなっていうのもちょっと予想してたんですけれども。で、金徳の方が左キラーと結構というか、かなり重い金徳になってるんで、骸骨がねちょっと確保できないときついかなという印象はあります。それじゃあ、まずはタンガチャの方から引いていきましょうか。タンガチャは R 以上のサナちゃんが1枚確定ということで、ここで奇跡の1枚を引ければいいんだけど、それはねそうそうないよね。もうすでにねタンガチャでね 2,3 回 SR 引いちゃってるからね、普通の R ですね。それではじゃあ10連の方に行きましょう。ここは、バナーから PR 以上1枚確定で SR の出現率は2倍になってますと。確定じゃない時に引きたいけど、おお、とりあえず虹玉が出たな。なんか何枚目だあれ7枚目か。ノゴロウくんの PR か。神高の R が出てるね。おっしゃ、来た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 、これは超嬉しい。初回からなかなかいい流れだね。三田村くんは R 持ってなかったのか。おお、 PR のルナちゃんも来てる。これは初回はかなり嬉しいな。もうどんどん引いていっちゃいましょう。で、2回目は、SR 以上のイベキャラが1枚確定ということで、これでねもうとりあえず絶望感はなくなりましたね。ルナちゃん上限解放できるかな。3本松ってどこまで解放できる。俺ちなみに3本松くん PSR 持ってるんですよね。で、なんだっけ、飛距離くんの時にねそれなりに PR は集めたんで、どこまで解放していけるかといったところですね。で、守くんの PR がまた来たね。早く暁守手に入んないかな。もういつでも準備 OK なのにね。俺のガチャにはね7位とね暁守入ってないんで、それはしょうがないんですけど。で、ちなみに30連目も SR が1枚確定してますと。4回中ね3回確定してるのはかなりいいと思います。おお、しよしよしよし、ノゴロウくんも来たよ。これで4回目サナちゃんが来てくれれば最高のガチャなんだけどな。そしてノゴロウくんがいっぱいいるな。で、ルナちゃんの R も来ましたね。神高も R ありか。いや、これね出現率20倍っていうのはそれなりにやっぱり高いと思いますよね。いつもはなんかその10何倍とかだったんで、これが20になるだけでも結構違うのかなという印象ですね。で、一応5回目以降になると PSR の出現率が8倍ということになってるんですけど、つまり8倍で何パーセントなのっていうところもすげえ気になりますよねなので、今回に関しては40連目で終わりますけれども、ちょっとね追いガチャとかの方もやっていきたい気はしますね。とりあえず、40連目バナーキャラから SR 以上1枚確定やっていきましょう。サナちゃんがね手に入ってないんで、
サナちゃん出てこい。確率は 20%。 お、2枚入ってる。これは嬉しいね。うん、三田村くん。あれ、俺三田村くんの SR 持ってなかったっけ。あ、のごろくん来た。よしよしよし。あれ、俺三田村くん持ってないっけ。借りて使ったんだっけ。あ、俺全然持ってなかったわ。じゃあこのキャラ神高しか持ってなかったわ。神高しか持ってなかったけど、のごろくんとルナちゃんと、三田村くんが手に入ったんで、いやこれはいいですね。今回はね、良かったと思います。かなり、いやそれまでがねすごい悲惨でしたからね。まあ確率は収束されるということで、でサナちゃんに関してはね、わりかし欲しいっちゃ欲しいんですけれども、ルナちゃん手に入ったからな、すげえ満足感が出ちゃったんだよな。まあ一応日を改めて、やっていきましょうかね、という感じで。そうか、一応なんだっけ、上限解放の方も見てみますか。一旦動画は止めてボックスの方に行きたいと思います。はい、じゃあちょっとね、ボックスと倉庫の方をいじくり回して、整理をしてきました。でまずルナちゃんですね。ルナちゃんはここに PR プラ3が1枚あって、ここに普通の PR があって、 R のプラ5がここにあるんで、まず何をするかっていうと、 PR プラ3に R のプラ5を食わせます。これで2解放してくれればかなり嬉しいというところですね。なので、まずは PR に R プラ5を食わせましょうと。に解放してくれ。うーん、1か、まあ、しょうがない。でそうするとよ、そうすると345になるんだよね。で、まあ、PR は取っておきますか。これをこれに食わせるんだったら、どっちがいいかな。これって絶対1じゃないですか。何言ってるか分かります。このプラ4にこの PR を食わせると、まあ、絶対1しか上がらないんで無駄にはならないと。で仮にもう1枚 PR を手に入れると、ここで R のプラゴができるんで、とりあえず R のプラゴを作っておきましょう。でそうすると2上がる可能性があるじゃないですか。でもそうすると絶対追いガチャをして、ルナちゃんの PR を1枚手に入れるっていうことが絶対条件なんですよね。どうしよう、もういっか。ちょっと今回はこれでいきます。プラ4に普通のプラゴを食わせて PR プラゴを作り出すと。でそこからSR に PR のプラグを食わせますと。でこれで2解放してくれれば1 悲しいね。まあいいんだけど、という感じで地道に作っていきましょう。でね、三田村くんに関しては PR がないっすね。なんで今ある R を全部食わしてプラ4か。そういえば大丈夫博士のさ、 R の方って全然手に入んないよね。なんか R のさ、大丈夫博士像とかだったらさ、なんか月1くらいで配っても全然いいと思うんだけどね。なんかチャレンジの報酬とかで、まあそれはいいとして、あと3本松ですね。3本松が当たったんで、PR は2枚持ってました。なのでこの PR をもう2つ食わせましょう。でいっちゃん運がいいとプラ4に行きますね、一気に。はい、なりました。だいたいそうだよね。3本松とかさ、割とどうでもいいキャラがさ、こう解放成功するみたいな。まあ3本松はね、どうしようか。もう1枚ないとね、結局 PR の欠点って、そのあ、ごめん、 PSR の欠点って、要は SR45 より単独だと弱いっていうところですよね。同じ45にならないと、PSR のね、うまみが出てこないというところがちょっと辛いですよね。でこれ仮に SR プラゴになったら、普通に SR のプラゴを使った方が三本松くんについては強いんで、まあ、三本松くんについてはっていうか、みんなそうなんだけど、だからね、 PSR しか持ってないっていうんだったら全然それはありなんですけど、もう SR がねプラス5まで育っちゃうと、ちょっと PSR1 枚だけだとね、なかなか価値を見出せないっていうところが、まあ、きついかなと思います。それがね、今割といるんですよね。せっちゃんとかもそうなんですけど、で堀杉くんだけがなぜかプラ4になってるっていう、もうほんとよくわかんない状況です。でそう、野呂くんがね、わりかしいっぱいいるんですよね。ここにプラ5がいて、1,2,3,4,5 枚か、6枚必要なんだよね、 R を完成させるには。1,2,3,4 と、
まあ、とりあえず作るだけ作っておきましょう。まあ、多分追いガチャはすると思うんで。で、のごろうくんに関しては、そう、これ勝手にロックがかかるのか、まあ、どっちも初だからどっちでもいいんだけどね。で、 PR に、まずこの R を食わせましょう。で、例によって2上がってくれると節約になるけど、2上がらなかったね。じゃあもういいや、これも5にしちゃおう。まずはで、解放できるときに解放をしていきましょう。のごろうくん、まあ、どっちでもいいんで。で、これで2解放してくれれば40レベルまではいけるんで、頼む、のごろう、1かよ。もう3本松とかマジどうでもいいキャラかな。一気にプライオンになったからな。3本松の呪いだな。まあ全然ね、今回引きは良かったんで嬉しいんですけど。で、神高くんは PR がいないと、そもそも。R がいっぱいいる。とりあえず R プラゴを作り出しておきましょう。やっぱりこれはちょっと追いガチャした方がいいかもしれないですね、状況的に。もうちょっと強いキャラを作り出せそうな気がするんで。で、今回の限定キャラについてはこんなものかな。うん、そうですね。ということで、ルナちゃん手に入って、三田村くんも実は SR 持ってなかったっていうのが発覚して、で、三本松くんがなぜかプラ4になって、で、さらに誰だっけ、もう忘れちゃったけど、誰かが手に入りましたと。あれ誰だっけ、ルナちゃん手に入ってみた、あー、のごろうくんだ、のごろうくん、のごろうくんは2枚手に入りましたという感じで、まあ、今回のガチャについてはかなり、満足のいく結果になりました。ということで、まあ、肝心のね、サナちゃんが手に入んなかったんですけれども、まあ、サナちゃん手に入れられた方は、まあ、ぜひ使わせてくださいというところで、終了したいと思います。はい、最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録がまだの方はぜひチャンネル登録をお願いいたします。パソコンの方は動画右下の登録ボタンから、スマホの方は動画の説明欄から登録が可能です。またツイッターではツイッター限定の動画も配信しておりますので、ぜひこちらの方もフォローをお願いいたします。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。